どうも、とこヤモコです。とこヤモコの映画100本の句。本日の映画はこちら。世界から猫が消えたなら。ということで、この作品を紹介していきます。えー、この作品は今日が2020年2月22日のニャンニャンニャンの猫の日ということで、ネットフリックスで猫関係の映画を検索して一番上に出てきたので、見てみました。えっ、ー、と、あらすじとしては、えー、主人公が 突然末期の脳腫瘍と診断されて家に帰ると自分と同じ顔の悪魔がいてこの世界から何か一つを消す代わりに一日寿命を延ばしてやると言われて、まあ、主人公がね自分の命と物っていうのを天秤にかけるそんなお話でしたで、えー、感想としては、えー、大切なものに気づかされる映画だったなと思います 思います、えー。全体としてね、あの、ファンタジーっぽい演出もあるんですけど、まあ、登場人物の感情が丁寧に描かれていたので、感情移入できて、そのバランス感が私はかなり好きだなと思いました。それから、映像の世界観もね、心地よくて楽しめました。で、猫中心っていうわけではないんですけど、あの、かなり大事なアイコンとして登場するので、猫の姿も楽しめる映画だったかなと思います。そしてね、見終わった時には、 まあ私たちがねいろんなものに日々愛おしさを積み重ねながら生きてるみたいなことも感じましたしあとはね生きた証の話が出てくるんですよで私もねこの生きた証を残したくてバーチャル YouTuber やってるところあるのでなんかその部分にはすごく共感してしまってあの心に残ったなと思いましたということであの今回の映画評価は星3.8えー、猫が見たい人 立ち止まって大切なものを見つめ直したい人におすすめの映画かなと思います。もし興味があったら見てください。えー、続きの部分、YouTube でもお話ししていきます。はい。ということで、ここから YouTube パートです。えっ、ー、と、今日見てきた映画ね。うん、あの、私、百本ノックの中では結構洋画を見てることが多くて、久しぶりの邦画だったかなと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、この間のアカデミー賞で、 パラサイトがね、作品賞を取ったということで、まあ相対的にね、放画はどうなんだみたいな、もっと頑張れみたいな話が結構ツイッターとかでも見かけたんですけど、まあ今回こう放画を改めてゆっくり見てて思ったのは、まああの母国語でそのまんまセリフとかを理解できるっていう意味で、まあ法画も やっぱり見てみると楽しめるなっていうようなことを感じました。あのー、本当はね、英語を英語で理解したいんですけど、なかなか私はそんな能力がなくね、あのー、大体字幕で見てるんですけど、なんかもしダイレクトに理解できたらいいのになって思うこと結構あるので、まあ、そういう意味で、邦画はなんかセリフを楽しめたっていうのは結構あるなと思いました。で、それからね、この映画の中でね、 あの映画好きのの友人ってていうのが出てくるんですよなんかそこも結構印象に残っててあの主人公にね映画好きの友人が映画を紹介するシーンがあるんですけど、まあ、毎日こうね映画を少しずつ紹介しててもうまさに私が「百本ノックで皆さんに映画を紹介しているかのようなそんなところに重ねて考えてしまったんですけどこの友達のセリフで「映画は無限にあるだからこのやり取りも永遠に続く」 っってていうセリフがあってなんかこれ結構印象に残っててあの私もね映画を通して皆さんとコミュニケーションをするっていうのが、まあ、映画の数だけできるぞっていうことで、まあ、これからもずっと続けられたらいいななんて思ったりしました、えー、それからね、えー、と生きた証の話したんですけど、まあ、私が生きた証をね残したいって思ったのがきっかけがあって実はあの中学生の時からしょこたんのことが好きなんですよ。 あの中川翔子さんがまだヤプログをやっていた時代からのファンでもうね何でしょう彼女もよく生きたた証を残したいって言うんですよねだからずっとあ「確かに私も生きた証残すぞ」って思って生きてきてまあ、今はねバーチャル YouTuber っていう形で、まあ、あの動画をねいっぱい作って。 まあ少しはね、誰かの心に残れたらいいなーなんて思ってたりもするんですけど、まあそんな感じでこの映画は、あのそういう私のモチベーションというか、やりたいことみたいなのを少し思い出させてくれたりもしました。ということで、あの、さっきからね、めちゃくちゃくちゃ芽が出そうなんですよ、もう。本当につらい。あの、花粉症なんです。で、今花粉症と戦いながら100本の句やってるんですけど、 まああね、風邪とかにも気をつけてあの頑張って100本ずく続けていこうと思うので引き続き応援してもらえたら嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あー危なかった。めっちゃくちゃ見れそう。